はい、どうも、まのちです。よろしくお願いします。今回から第5章です。はい。おそらくイベント入ると思うんで、はい、黙ってます。ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キルちゃん。ちょっとお願い。丁寧にね。セレナです。あの兄貴ですか？シンジか？やっぱり連絡取りたくて工房を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今風間のおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやつさん撃ったのは登場会のもんです。おやつさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。セレナです。めっちゃ面白かったんだけど。まあ丁寧だけどさ。おう、錦山、元気か犬。はるかちゃん。なんだ親父、邪魔すんじゃない。何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってる噂の情報屋だ。だが、そいつがいるのは例の公園の中だ。これ黒表でもなかったっけ、こんな話。西公園。通称、サイの河原、ホームレスが住み着いた公園だ。なんかホームレス、記憶あるな。奴は、そのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこれないかもしれない。はい、了解でございます。伊達さん、はるかのこと頼めるか？はるかちゃん、僕と一緒に行こうよ。はーい、帰ってきます。はい、気をつけます。じゃあ行きましょうか。そのサイの花屋ってところに行きましょう。はい、ごめん。すごい、なんか全然違うとこ入ったことにびっくりしたわ。あ、能力アップするべ。あ、そういえばさ、あのコメントでね、ヒートゲージ中に必殺技使った方がいいって言われたんだけどさ、必殺技って何ですか？全然わかんなくて、あのヒートゲージ中にその壁に向かって三角、相手掴んだ状態三角とか、それとはまた別なのかな？ちょっとわかんなくてさ。追い打ちの極み。うわ、これかっこいいな。これ覚えよう。よし、ヒート状態でダウンしてる敵に三角。なるほど。あとなんか R ボタンで相手をロックオン状態みたいな形にできるっていうのもコメントで教えていただきました。サイの河原へ有効的にね、 R ボタンを押して使っていきたいと思います。はい、乗ります。ちょっと雑魚的に絡まれても、カットせずにちょっと戦ってみるわ。まあ、その練習っていうことも含めて。サイの河原、あそこですね。右上のところですね。向かいましょう。まあ、あそこに行くまでにおそらく敵にも絡まれると思うんで、はい、そういうところもちょっと今回は移していきます。なんかちょっと今自分でさ、移していきますって言って思ったけどさ、鬱陶しくねえかな、平気。なんだって俺は練習するだけだからね。あ、そういえばスロットのやり方も教えてもらいました。ありがとうございます。あのメダル買えねえっていうところで困ってたんだけど。絡んでこい誰か。ちょっと俺の練習相手になってくんねえかな。そのね、やっぱ全然違う方向にね、こうパンチキックを繰り出すことが多かったんで、
R1 ボタンでそれをロックオンしてやれば、うん、その無駄なのが解消されてもうちょっとこうスムーズな戦闘展開を繰り広げられるんじゃないかなと思うんだけど、うん、全然絡んでこねえさ。平和な街だぜ。こっちですね。上、お、なんかここら、こいつは怪しくね。ドスン、ダメでしたね。到着しましたよ。到着です。わからん、あんたみたいな人が何の良さね。サイの河原はね、あんたみたいなヤクザお断りなんだ。こんにちは。なあ、あんた張り紙あったろ。え、わかんない、ごめん見てないわ。使用現金ちゃんと見たか。いいえ、ちゃんと見とけ。はい、何されても文句ねえな。戦闘かな。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろう。てめえ。はいはい、ええ、そうです、わかりました。通していいそうだ。こっちだ。ご案内します、キルさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。何ここ、ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。動けんのかな。いらっしゃい。ここでは尊女そこらに言ったの特別なものを取り扱ってるんじゃ。ほう、なんか買っていこうかな。お金ね、12万円も持ってるし、なんか買っていきますか。改造ライター、ほう、ほうほうほう、お、すごい、なんか、え、防具なのかな、喧嘩さらしって、さらし。多少の攻撃なら大して効かなそうだぜ。1枚買います。じゃあ、あとね、そうだね、これスタミナンダブル X 買います。はい、ありがとう。はい、頑張ります。さらし、はい、うい、装備したぜ。これさ、どこに売ればいいのかな、わかんないんだよね。わかんないんだよよし、やっていこうぜ。じゃあ進めていきましょう。
なんかあれね、別世界みたいだね。あ、一回ちょっとセーブします。はい、セーブしました。でちょっとアイテムボックスの中も整理をしました。どうすればいいのかな。あ、まっすぐ進んでいけばいいんだね。特に話しかけずに行きますか。進んでいきましょう。なんかあれだよね、本当に別世界だよね。今までのいたその何て、カムロ町だっけ、とは全然違うよね。なんか今光ってなかった。なんか今光ってなかった。気のせいか。よし、桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花や。何の情報が欲しい。登場界の100億、それに由美と瑞希って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ。情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下がいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がないだろうな。おいおい、10年前、道島の竜っていや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはトドのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。そうだ。金の使い道を思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題に。ここはサイの河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。動けんだ。黒標の時の地下闘技場と一緒かな。同じっぽいよね。へえ、なんかすげえ、なんかわ楽しいな。その世界観がつながってるような感じがして、ちょっと今回ここでやめようかな。なんか戦闘とか一切なかったし、何も面白いこともなかったんだけどうん、この先ちょっとね長くなるような気もするんだよね、その3回戦うっていうことで。ということで、今回はここで、一回戦おう。三回戦うんでしょ。あまりにも戦えないのは寂しいわ。一回戦ってやめます、今回は。いいか、キリュウ。これからこの先のリングで三人の男と連続回。はい。はい。わかった、やるわ。おう、なんだとせっかく買ったのに晒し外しました。これで OK ですか。はい、頑張るわ。Ladies and gentlemen、 ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、
自分の首長をその手にかけた人気なき極道桐生一馬。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き連続第1級殺人逃亡犯ダニエル・フェルドマン。さあ時間無制限ルールなし。これは強そうですよ。レスリングかな多分。強そう。全然つかめねえけど、なんかこれでいけたわ。余裕、とりあえず余裕でした。まあ初戦だからね。さすが桐生一馬、極道の喧嘩殺法炸裂。さあ続いての挑戦者はムエタイミドル級元王者ガオワイアンプラム。桐生一馬の初防衛戦、どんなファイトになるのでしょうか。今ゴングです。ムエタイか。やっぱりキックと肘だね。エルボー、そこ気をつけましょう。向かってきた。ジャンピングニーとかあんのか。いやー山本キットでしょ。難しいな、あの R ボタンのやつ。いや全然コンボが入んねえよ。オッケーオッケー、分かった分かった分かった、もう分かったぞ。違う。いや強いな。ガードだ、ガードもうまく使う。よいしょ、よいしょ、おい。よっしゃー、やったぜ。強かったよ。勝ちました。何度か勝ちましたよ。飛び入りの気流、いや強かったわ。止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオン、ゲリーバスターホーン。よう、また会ったな。聞くですね、キルさん。総攻守と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。
なんかムエタイの方が強そうな気がするんだけどな。勝つぜ、ガタイ半端ねえな。全然いけるじゃん。見えない。アメカード崩された。あ、向いてる向いてる向いてる、相手の方向いてる。なんだよそれ、罰連だ罰連だ。よし、危ない。やっぱムエタイの方が強かったわ。やりました。まさに喧嘩最強、極道の勝利。無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぞ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。やりましたよ。登場界の100億と由美と水木って女の話だったな。登場界3代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。3代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでいる。奴の動きは4代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の登場界は群雄割拠だ。3代目は死に、後目もまだ決まってない。となれば100億取り戻した男が4代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼。任侠が聞いて呆れるぜ。100億を奪ったのはユミって女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？登場界で裏取ってるうち、妹の水木が事件の直前からアレス締めて行方くらましてるのが分かった。いよいよ本腰ってわけだが、二人とも見つかれしね。それで水木の娘遥かと。なんだって？登場界は水木の娘を探している。遥かは今俺と一緒にいるんだ。遥か、そうだったのか。一昨日顔隠した妙な女が来てな、この赤ずきんみたいな人だね。そいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった。それが由美か水木ってことは、さあな。女の顔を見たが、俺にはそれが弓って女か水木って女かもわからねえ。得体のわからん奴らとは仕事もできねえかな、できねえからな。丁重にお帰りいただいた。はいはい、なるほど。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ、足元注意しろ。何？な、こいつは。驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、鹿、何があったんだ。奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か、なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？
ブルです。なんだ。ライブ映像に回します。ヒリュー、伊達はヤバいぞ。伊達を救え。いや、ていうか、はるかちゃんは？はるかちゃんなんかさらわれてなかったかい？そんなことよりもはるかちゃんですよ。セーブポイントのところまでちょっと歩いてって、そこで今回やめようかなと思います。うん、そうだね。これで切りよくやめれるんじゃないかな。続きも気になる程度で。いや、戦闘ね、なかなか R のね、その難しいわ。ほんと難しい。ちょっと慣れるわ、頑張るわ。よし、ここで、今回やめようかなと思います。次の動画はこの続きからやっていきます。はい、そんじゃ終わります。バイバイ。